どうもお疲れ様です。やっぱりやってきましたね。ブラックフェニックスです。BPX というやつですけども、443万パーセントアップでございます。ずっと張り付き状態の0、0、0、0だったわけですけども、ここに来て一気にね、400円まで。400万パーセントですよ。また送り人ができたんじゃないですか。で、前回ね、お知らせしたときは、こちらの小幅だったんですけども、ちょっと目立つところがあったんで、これはなかなか面白い通貨だなと思ったわけですよ。で、この急騰ってのが、この24時間で起きてるんですよね。こういうふうにね。数時間前にゴーンと上がったわけです。400万パーセントね。で、これ、創成から見ていくと、ずっと上場以来、0円同然だったんですけども、前回ちょびっとね、ボーンと振り上がったんで、注目をするように、この放送でもね、申し上げたんですけども、いやー、びっくりですよ、これは。仕込む暇がないぐらいの急騰でした。ブラックフェニックス。まさに不死鳥ですね。で、こちらのブラックフェニックス、どうやって買うことができるかというと、FAMEX、こちらの方で買うことができますね。また、ビットトゥルーですか。こちらの方で買うこともできます。コインパークもいいですね。この3つの取引所で買うことができるんですけども、実際馴染みがないですよね、これね。フレーム EX ちょっと見てみましょうか。じゃんとやると、こういうふうになってますね。取引を始めるってところをクリックすると、ここにアカウントを作る導入部が出てきます。これによって、ブラックフェニックスのやり取りができるわけですけども、これがね、値上がりした後だとね、作っても、しょうがないっちゃしょうがないんですよね。フェーム X。フェーム X ですね、これ言い方は。左上の方見てください、これ。フェーム EX。もういろんな取引所があるもんですよ。その他、これ、ビットル。ビットルの方をクリックして進めていくと、はい、こちらでもね、ビットルですね。導入部が出てきます。まあ本当ね、このクリプトの取引所をいっぱい作るとね、収集がつかなくなってくるんですけども、うまくノートなどに整理しておいておきましょう。じゃあこちら。コインパーク。あ、ちょっとかっこいいですね。コインパークね。これが一番良さそうですね。やっぱりトップページのイメージって大事ですね。コインパークでアカウントを作りたくなりますね、私はね。はい、ということで、426兆円の時価総額でビットコイン高い水準を維持してますね。イーサリアムもゴーンと値上がりしました。でもやっぱり XRP みたいな派手な値上がりはしなかったですね。イーサリアム価格が倍になるとかね、10倍になるとかね、億り人だみたいなのに当たらなかったかなと。ちょっと上がったよねぐらいのもんですよ。まあ26%なんで、まあまあ上がったといえば上がってるんですけど、それは XRP の方が ETF 承認後の値上がりってのはね、倍になりましたからね。で、カンダラが75円と。以前、同じような水準です。はい。では今ね、まあ、ここのところで言うと、暗号通貨全体の時価総額は高い水準にいます。これが450兆円とか500兆円になると、また億り人が量産されるってことですかね。はい。で、こちらの方。ブラックフェニックスが408円と。400万パーセント以上の価格上昇ということでございました。それでは。